ご祝儀高めのをねだっちゃいましょう。ドッキリ小池選手にこれから高価なご祝儀をねだろうかなと。え、いいんすか、ファイナルアンサー。おかしいと思ったよ。結婚といえばご祝儀ですね。そして前回僕がドッキリを仕掛けようとしたらまんまと逆ドッキリをされてめちゃくちゃ悔しい思いをしたので、今回はちゃんと僕からドッキリを仕掛けたいと思います。題してご祝儀高めのをねだっちゃいましょうドッキリ。小池選手にこれからテレビ電話をしてちょっとね高価なご祝儀をねだろうかなと。そこで小池選手だったら2つ返事でいいよって言ってくれるんじゃないかなと思うんで、そのね高いものでもおそらくいいよと言ってくれると思うので動画をお楽しみください。今から電話をかけたいと思います。あ、お久しぶりです。なんか感じが変わった。あ、マリカさんも髪切りましたか。あ、昨日切りました。お久しぶりです。どういたしまして。いきなりがマリカさんに指輪見せるっつって。あ、そうだったの。いや、違う、その借金もでけへん。もう入籍なんで、もういよいよやっぱもう多分た、いや、おめでとうじゃなくて多分やっぱご祝儀来るんで、すいません。いや、違いますよ。いきなりが指輪マリカさんに見せたいって言って電話したんですけど、はい、だから、まあ、一応ご祝儀も、いや、お金じゃないなと思って。いや、もうだって純喜くんからとかでもうお金とかいらないんで。いや、なんかルンバ僕じゃないっすよ言ったんでね。しかもね、しかも見してきてんのが18万ぐらいする。18万も1万8000ってこと。1万8000でしょ。18万円ぐらいするやつなんですよ。18万ぐらい。でもいいよね、ルンバね。そうなんですよ。そうですよね、すごいなんか最新を取り入れたルンバ。最新なの？なんかすごいらしいです。なんかそのままゴミとかも全部その自分でなんかせんでもちゃんとやって、あとパカって外したら捨ててもらえるらしい。18万円ぐらい。それを僕じゃないっす言ってんのは。18万円ぐらいで消費税入れたら20万ぐらいいくかも。20万で座ってまあ俺カジが、はい、あそこから毎月カジの結婚から3年ずつ見られてるから、はい、それで年間3万足りるってことは、あれってことは、これ、あれ電子レンジもいけるかもしれない。ヘルシオの電子レンジいけるかもしれない。ヘルシオとかが今多分8万から10万ぐらいなんで。あ、足りる。電子レンジとルンバ。あ、じゃあね、払ってるやん、じゃあ。え、いいんすか。あれ、これもしかして買ってもらえるのこれ。いいっすか、ほんまにいいんすか。ほんまにいいんすか。ファイナルアンサー。そうっすよね。じゃあすいません、ほんまに積み立ててる。じゃあほんまにすいません、ありがとうございます。よろしくお願いします。じゃあすいません、ありがとうございます。よろしくお願いします。はい、ほんとにもういいよ。てってれー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 。あ、小池
家純喜ご祝儀をねだったら結構な額を言っても買ってくれるのかドッキリでした。そうなんですよ、純喜くんなら、まあ、すぐ買ってくれるやろなみたいな。てってれー、それ撮ってんの？それずっと撮ってました、僕らをずっと撮ってて。あ、ちなみになんですけど、まりかさんも仕掛け人です。うまいことやってくださいってずっと言ってて、なんか僕が電話してなんか指輪とか言っても純喜くんえって思うと思ったんで、言ってもらおうとまりかさんに。てってれドッキリっすけど、あの送ってくださいね。どうしようどうしようと思ってさ。あ、ほんまですか？そうやってやりくり工面しようかなと思ってさ。そうですよね。時計とか動こうかなと思って。あー、ありがとうございます。あ、お願い、お願いします。つながりました。はい、お願いします。満足か。まあ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 、まあ、僕もねやられたんで。でもねめっちゃドキドキしてた。うん、めちゃめちゃドキドキしてた。失敗したらどうしようって。いやいやいや、ありがとうございます。知らなかったら俺だけってことない。あ、そうっすよ、そうっすよ。成功したよ。イエーイ、イージーだったよ。どう？うん、あのこんなドッキリちゃうねん、あんたがかけてきてるの。一緒にすなよ。ひどいよね。ほな、ひどい男だよ。ドッキリ大成ありました。知ってたんだよ。2回目だよ、逆ドッキリは。じゃあごめんね。イージーだったよ。イージーだったよ。題して、カジカワが仕掛けたドッキリ動画、実は全部嘘で小池の結婚おめでとうサプライズ動画だったドッキリ。大したことがないドッキリで、せっかく入籍のね誕生日があって、縁起が良くないですかね。カジはサプライズ動画もちろん知らないので、仕掛けてた自分のドッキリだけが出ると思っています。でその間に僕がこっそり集めた仲間からのメッセージがサプライズで流れるという形になっています。もちろんここでのこの話も知らないですし、このサプライズを知るのは実際に動画がアップされてからということなので、まあ、カジがどんな反応をするのかっていうのはぜひSNS でチェックしてもらえればなと思います。それでは祝福のメッセージをご覧ください。 VTR スタート。カジカワ君結婚おめでとう。こっち向きやった。カジ君ご結婚おめでとうございます。カジ不在婚結婚おめでとう。カジ不在婚結婚おめでとう。大分トリニータの野村直樹です。カジ君結婚おめでとうございます。結婚おめでとう。普段なかなかないことがないのでちょっと恥ずかしいですけど、末永くいつもより明るい家庭を築いていってくれたらいいなと思います。